皆さんこんにちは。今日は2024年7月17日放送の鹿のこのこのここしたんたん第3話馬車目入学のネットの皆さんの反応をまとめました。鹿部に新入生が入部してきましたね。こしたんの苦労だけが増えていってますが、皆さんの意見はどうだったのでしょうか。早速見てみましょう。この動画が良いと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。のんびり屋さんコンビ好き。こしたん元ヤンの歌、進級して3年生に。どうやらサザエさん時空ではなかったらしい。そして新入生2人が鹿部に入部。こしたんのやべえ妹とよだれのの子たん信者。動物園から脱走した鹿プラスの子たんに自分の黒歴史の歌を披露するこしたん。例のシーンはここだったんだね。馬車目めめが新たに部員となり、こしたんは鹿部の目標を決める会議をするが、会議は踊るされど進まず状態に陥る。マイペース&食いしん坊な不思議ちゃん、可愛くないわけないやんけ。第3話は見慣れたあのシーンも出てきましたし、どこに負けない大ボケぶりもかました基本的にツッコミ役のトラコも見られましたし、そんなトラコがますます愛おしくなりました。鹿部は謎の部活ですが、バカタ大学や虹ヶ崎学園にもあってもおかしくない。あのバズった1時間耐久の映像ここのやつだったのか。まさか3話でようやく登場。どんどん増えていくヤバいキャラクターたち。ただ登場するのはボケキャラばかりなので、コシタンが全てのツッコミに対応していく姿がまたせわしなくて笑える。あと PV 時に有名だった各種シーンが A パートに結構散見されてましたね。今までより一層シュールマシマシシカリあるね。カオス大盛りだった前半パート、センスの良さが最高に光ってた。そして魔法少女じゃなくて鹿に憧れた後輩登場でますます賑やかになりそう。コシタンも無自覚ながらだんだん鹿部好きになってきてるだろう。ほんとわけわからん。楽しい。コシタン VS 鹿、鹿の正体をのコタンと思い込む。トータルリコールだったら顔爆弾やん。狂気のロング歌唱、歌の途中にセリフあるのはガチ。嘘、3話にして進級、社会人編までやれそうなハイペース。3話にして10話予告かよ。新キャラの馬車目が登場しました。面白い子でした。のこたんをブラッシングしてたら馬車目とあんこもブラッシングする流れになったの笑った。新しい新キャラが出てきて終わったので続きが楽しみです。耐久動画のその先を目撃できた謎の感動。トラコの中の人的に初音ミクによるカバー RTA が始まっているのかもと思うとちょっとワクワク。ついに登場した馬の子は鹿の子が並び立たずとも十分にバカでしたね。その髪型的に語尾がなのだだともっと嬉しかった。コシタンのオリジナルソングやべえ、出尺も長え、新入部員も加えますますわけがわからなくなった鹿部だが、窓から覗くのは対抗勢力か。ストーリー性は全く求めてないが、今後の展開が気になる。新入生馬車目めめちゃんは可愛かったね。ついに耐久の元となったシーンが来るってなったけど、まさかコシタンの黒歴史ポエム歌うシーンだったのか。あの鹿本当に何やったんや。ただコシタンが恥かいただけで笑った。それと馬車目ちゃんもとんでもない子だったな。例のダンスシーンはコシタンのオリジナルソング、それゆけ元ヤンコシタンでした。ひどすぎて鹿が真顔になるのも納得。黒歴史すぎて面白かったです。新キャラ馬車目登場、のこたんに憧れ鹿部に入部、また変わったキャラが入ってきました。3話もおもろかった。コシタンの声優さんほんと大変だろうな。それゆけ元ヤンコシタンで笑い転げた。オープニング以上の中毒性か。これの後で新キャラ出しても薄まるわ。濃いキャラしかいないけれど、コシタンが一番濃いってのがたまらなく好き。例のダンスシーンついに見れた。コンボ本編に出てこないと思っていたから嬉しかった。新キャラも登場して、これからどうなるのか次回も楽しみ。とりあえず10話楽しみにしておこう。例のシーンがついに登場。どんな形で出てくるかと思いきや、まさかのコシタンの黒歴史オリジナルソングで使うというね。1話ののコタン登場に並ぶ面白さだった。そして一番気になってた馬車目が入学&鹿部入部。本編で登場して可愛さが増していた。こういうキャラが俺は好きなんだ。馬車目初登場回、そしてあの PV のダンスが歌詞付きであったのおもろかった。
コシタンいい曲作るな。そして10話に何が？次回も楽しみすぎる。早速3年生に上がったコシタンたち、それに個性豊かな1年生が入部し、より賑やかになったね。メメ好きだわ。食いしん坊でおバカな感じが愛らしいシシカになろうとしてるのが謎すぎて笑う。そして次回はまた新キャラ登場かな。登場人物が増えるほど面白くなりそうなんで楽しみ。ギャグアニメっぽいのに学年は上がるのな。てか、シカ部の人数4人になるのはすごい。どんどん新キャラ出てこい。シカの子はどのキャラも面白い。一番面白いのはノコタンではなくコシタンですね。バシャメ会だったはずが完全にコシタン元ヤンソングに全部持っていかれた。シカ部にいた本物のシカを着ぐるみを着たのコタンだと思ったコシタンはあれやこれした挙句自爆する。そしてシカ部に待望の新入部員。でもバシャメちゃんはのコタンに憧れてるし、コシアンはのコタン一筋だしで先行きが不安すぎる。3話もめちゃくちゃ面白かった。あのダンスが出てきたけど、2番やるって言った時にまだやるのってなった。あとバシャメが田んぼ作りたいと言った後にナレーションだ。10話をお楽しみに。的なこと言ってたから絶対10話で田んぼ会やるじゃん。っていうかメイン4人めちゃくちゃ好きだな。今回は先行逃げ切りが狙いかというぐらいのフルスロットルで始まりました。いかん、その人に歌ってもらうとそのままミクに歌わせるぞという危機感を感じさせつつ、新キャラ配置で前振りで終わるかなと思っていただきました。人以上下未満というパワーワード。シカの子面白すぎ。30分なんてあっという間やな。前半に例のダンス、まさかのあれだとは。そして後半、何巻ぐらいぶっ飛ばしたんだこれ。3話にしてとんでもねえ情報量だった。黒歴史ソングを受けなしで割としっかり歌う元ヤンコシタン、さすが初音ミ。3話で進学して、3話で10話が楽しみになる。初めて見るケース。毎度のごとく体感15分。3話は前回よりも内容が濃かったような気がする。例のシーンも見れたことだし、第10話が気になるところではある。次回も楽しみだ。モーカオス、新キャラ来たと思ったらズンダモンにしか見えない。3話で新旧でサザエさん時空言うな。今やっとシカがいることに気づいたんかい。もう3話やぞ。以上、シカのこのこのココシタンタン第3話バシャメ入学のネットの皆さんの反応でした。コシタン自作の歌の破壊力がヤバすぎましたね。2番も作ってあって困惑するヤバさでした。そして新学期になってました。新入部員のバシャメちゃんのコタン、コシアンの2人にも引けを取らないヤバいキャラでしたね。10話になったら田んぼができるみたいなので期待です。シカ部は結局コシタンが3人のヤバい生徒をお世話をする部活ということで落ち着きそうですが、窓の外から覗いてた連中、生徒会の腕章をしてましたけど、次回は部の存続をかけた戦いになるのでしょうか。楽しみです。このチャンネルではアニメに関するネットの皆さんの反応をまとめて動画にしています。面白かったと思ったらグッドボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。よかったらコメントもたくさん書いていってくださいね。では今日はこのあたりで、また次回の動画でお会いしましょう。